はい、どうもー、敏腕秘書の秘書の秘書、敏腕秘書の二階堂ネオジムです。はい、これだけです。これだけ言いたかったけど、秘書秘書秘書秘秘書っていうことで、今日の動画は、動画本数が、まあ、1300本、俺の方1300本って言ってる、1003本突破したんですよ。でもみんなの方で1270本くらいなんだよね。なんでかって限定公開とかなんか非公開とかね、そういういろいろあるから、非公開とか削除された動画とかあるんだろうから、まあ非公開のとこもあるんだろうから、なんつうんだ、まあ、1300本突破したんの雑談と、タイトル決めていきますっていうね。で、まあ、ほぼタイトルを決めるのがメインです。今、動画投稿はなんと8本ありますね。はい。動画のタイトルが決まり次第、始めます。あ、これは多分ビートル雑談なんで、はい。まあ、ビートルが届いたんだよと。撮る。雑だ。いやー、まあ、なんでビートル雑談かっていうと、まあ、ビートル買ったんですよ。まあ、届いたんですけど、まあ、ビートルの商品紹介じゃないんですよ。みんな商品紹介ってなんか欲しがるじゃん。しっかりとした説明いるじゃん。もう俺しなかったんで雑談にしました。はい、雑談っていうことにしました。これなんだ、4分30秒のこの動画なんだろうな。クールタイム。クール、これね、これはね、休憩なんですよね。まあ、クールハーフ、休憩タイムすら、動画化する一人の男人類、男人類あった。クールハーフ休憩タイムすら動画がする、クールハーフ、歯になんか挟まってる。クールハーフ休憩タイムすら動画化する一人の男人類っていうことで、後で歯磨きしますんで、歯磨きの、してるのもね、まあお母さんがいてからやります。はい、お母さんってね、可愛いで、急にビッびっくりしましたね。なんだこれ、滑舌やべや、雑談、もう真面目やがねえな。はい、終わった。これなんだろうな、15秒の動画なんだろうな。これ多分やっぱ撮らねえんだよ。全然イヤホンしてねえな、聞かなきゃ。くちゃくちゃ大名人、くちゃくちゃ大胸筋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 
いてててね、渋めにやろうとしたら、渋めにやろうとしたら苦味とアクが溢れ出てきた。身とアクが溢れんばかりの大丈夫ばかり。大丈夫ばかりってね。あ、もう適当なんで気にしなくていいですよ、タイトルは。やばいよな、ね、動画始めてんのに水飲むってほんとやばいな。
ぜ、うん、全部生き延びしようとする男、全部生き延びしようとする男のしようとする人、人のノリで人形をするヤングするヤングヤングマンだと今ねヤングマーケット、なんだっけな、こいつの名前、梅チップスおいちいよっていうので副題でつけとこう、梅チップス、チルトチップスって出てきた、ふざけんなよ、チップスおいちよ、気持ち悪いな、おいちいよってマジで、なんかほんとなんかふざけすぎだよな、赤チケ赤、そっちの赤じゃない、じゃあレッドチケか、レッ、ふざけんな、もうキャップスロックだっけ、なんか読めないけどさ、そいつにいつも阻まれる俺の野望は、レッドチケ破り、レッドチケ破りって適当なタイトルにしました。適当だよな本当に、あれちょっと頭かゆい、雑魚風呂に入ったばっかだから、これ飴6個舐めてるやつだ、ぜ、あ、かっこ前人未到、前人未到にまたカッコの中のカッコに前人未到カッコ、わらな、もうカッコカッコじゃん、カッコカッコカッコ、つまんないつまんない、クールキャンディっていうのはね、あの適当に今つけました、クールキャンディーを6個のここをカッコ悪魔の数字ってやっておきます、これでバンされたらごめんなさい、悪魔の数字、でそのカッコの中に、またカッコを入れて、まあ関係ないを独自になめる男、よし、なめるのこの字がなんかな、なめるとこにないかな、なめる、たしなむか、たしなむおめえがたしなむとか使ってんじゃねえよ、はい、できました、タイトル決まりました、まあ、僕の表示の方で1301本なんで、多分1272、3本かな、みんなから見たら、なんでね、ほんと俺の主観的ですよ、主観ですよ主観、もうアラカン崩しですよ、はい、更新しますてか9分かかったか、まあ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 1300分いきましたね、あのなんかね、去年に比べて、去年はね1050本投稿したんですよ、去年だけで、なんですけど、去年に比べてね、去年は1年で1050本ですね。今年、何本しか動画出してないんで、ちょっとね、見ます。動画のやつ、あ、編集中ってずっと出てるんだ。うぜえな。まあいいや、ちょっと編集中が終わったら、まあ一応、叱り猫、叱り猫をちょっといいねしておきましょう。ケチャップも多すぎじゃないって。叱り猫だってさ、フォロワーなんだろうな、なんで欅坂乃木坂推しの人にフォローされなきゃいけねえんだよ。
で女子大生1年ってさ、なんでつけんの、そのそういうやつじゃん、そういうやつかよ。しひづき第四中お名人同意姿勢ってもうボロボロにふざけたやんこいつ。うん、なんバグってんな、もうなんか嫌なことあったんだろうな。なんか多分もう欅と乃木っていう字を絶対的にもう見れない盲目能力を授けられてしまったんだろうな。それはバグるわな。何を言ってんだ俺は。まあ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 、ちょっと待って。西ろうやと西ろうやと西ろうやとで30本ね、1ページに30本。じゃあ7ページ7まで飛ぶと、7まで飛んだってことは230100210か、210で10まで行ったら300本です。10まで行って300本ですね。300本行ってからの、ここから、にしろやと、にしろやと、で、ここか。28本。にしろやとで18本か。222本か。282本か。まあ、288本くらいかな。288本。年内、今のところで半年が終わったと。じゃあ次の年が終わるまで1500本なんですね。なんで投稿頻度が半分になったと。まあ去年が化け物だっただけなんですけどね。だって去年なんかもうね、あの動画制作意欲、制作意欲って尺に触るな、そこで。動画制作意欲ってわけではないんですけど、まあね、ビログ意欲が異常にあっても1050本くらいか、1000何百本か、1020本か、去年だけでも。だいたい1020本上げてるんですよね。やばいな !1020 本だぞ去年は。まあ、今年はもう自分のペースでやってるんで、なんか飽きたってわけでもないんですよね。なんとなくもう、これの今のペースが毎日みたいなんですよ。だから毎日投稿はね、あの、みんなの体内時計では毎日はできてないんですけど、僕の YouTube、腰つべ体内時計では多分できてますよ。だから僕の腰つべ体内時計はね、まあ、72時間っていうのはね、ちょっと難しいんで、96時間なんですよ。だからまあ、簡単に言って僕の腰つべ体内時間は100時間なんですよね。なんで、腰つべ100時間のうちには絶対1本は投稿できてるんで、それを考えると僕は毎日投稿できてるんですよねっていうね、わけのわからないことを言うということでね。はい。もうそれだけです。まあね、1300本行きました。で、もうすぐね、総再生回数が3万回生を行きね、3万、すごいな。もう寝なきゃな、俺は。寝て歯磨きしてってすごいね。一回寝て歯磨きして寝るんだろうね。まあ、ちょっと今ね、頭が回らないわけではないんですけど、口が回らないんですよね。なんでかってやっぱ歯磨きしてないから。んで、歯磨きしてるんですかのね、あの、歯の汚れとかね、歯の発火層をね、取れば多分喋りやすくなると思うんですけど、あ、もう物もらいがね痛いんですよ。もう僕のですごい汚いんでね、あ、今触っちゃったってより痛くなりましたけど、まあね、手を洗って歯磨きをして寝たいと思いますというね、あの、よくわからない事前報告ということで、まあ、髪の毛も切らなければなりませんね。いやー、やることがいっぱいですよっていうね、まあ、自分から自らやることっていうのはね、少ないんですよね。まあ、髪を切るなんて、ね、まあ、腐ればいいもんなんで、歯磨きくらいですね、やるとしたら。はい、まあ、先生で、もうすぐ3万回生数なんですよねっていうのって言うと、チャンネルバンされるんじゃないかなって一発で。なんかあるじゃん。いや、もうすぐ再生、もうすぐとかさ、その、まあ、来年のことを言うと鬼が笑うじゃないけども、まあね、未来のことを言うとそれにはいかないみたいなことがあって、まあ、俺多分ね、そろそろね、あの、俺ってなんかもう災いが降りかかりすぎなんですよ。災いってわけじゃないけど、試練が来てるんですよ。で、今は、チャンネルの収益がすごい来てて、最初はチャンネル収益ができた直後に、利用規約が改定されるでしょ。で、YouTube 関係でも1回も動画投稿を始めたけどいろいろあってできなくなって、収益を始めたら利用規約が改定されて、収益できなくて、収益利益に、規約を満たしたと思ってあと一歩で収益がね、まあ、受け取れるかったんですけど、なんと規約がさらに改定されてしまって収益を受け取れなかったんですよ。ざけんなって怒りそうになったけど、
まあ、今4つの試練が来てると。5つ目なんだ、チャンネル番です。いやー、さすがにチャンネル番来たら俺悲しいよ。だって俺ここまで思い出の詰まったチャンネルないもん。うん、俺はさ、ここまでコツ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 やって、なるべくね、過激なこととか過激な思想を抱かないように動画活動してんのに、5番されたら俺ね、泣くとかじゃなくて、あーぶっ、あーぶね、ぶって言っちゃったけどね、もうぶって平行いたっていうね、ことにする。いやー、本当にね、これ俺はコツコツやって、なんかそんじょそこらの最近始めた YouTuber とか、なんかね、クソみたいな動画上げてるやつよりも総再生回数多分勝ってる時もあるんですよ。なんでかってコツコツやってきたから。でもそれもね、鬼の瓦で衣装を積む子供たちに、対する諸行の鬼のようにね、 YouTube さんがね、やられたら困ります、僕は、っていうのは嘘で、まあ、嘘じゃないけどね。まあ3万回再生いったら、今度はね、まあ1時間半くらいの特番をね、組みたいと思います。嘘です。まあね、なんかね、今親がもう、ね、どんどんやってるんでね、その乗り気じゃないっていうね、親のせいにしてやめようとするっていう人間のクズでした。皆さんもね、僕の動画をぜひ見て、人生の大切な、ね、時間を浪費して、後悔してください。で、後悔して、まあ、後悔しきったら、僕の信者になってくださいっていうね、残酷なメッセージを最後に述べて、終わりたいと思います。15分50秒ってことは、襲来ガープの、攻撃力ステータスですね。何を言ってるんでしょうか。バイバーイ。まあ、バイバイって言って終わるやつなんで、どこにもいないんですけどね。だってエンプリング、うんうん、エンディングね。はい、もうね、やばい。おしまい、もうイライラすること多すぎる。じゃあね。いや、大きな声で言おうと思ってるね。飲んだ瞬間だからダメだった。はい、バイバイ、もう俺は眠い。頭の回転、起きてはられるんだけど、起きてられるんだけど、起きてはいられるんだけど、なんかね、やばいね。舌がついてこない。うん、歯磨きすればいいんだっていう話でね。じゃあね、バイバイ。あ、みんなもね、バイバイ。にっこりー。